ブレンダン・マローンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身のバスケットボール指導者 NCWA や NBA の各チームで長年にわたりコーチを務め現在はデトロイトピストンズのアシスタントコーチを務めている息子のマイケル・マローンも NBA の各チームでコーチを務めており現在はデンバーナゲッツのヘッドコーチを務めているブレンダン・マローンは 地元ニューヨーク州の大学を卒業後、選手としては活動せず、地元の高校から、高知業を開始。1976年から1986年に、かけては、フォーダム大学、イエール大学、シラキュース大学のアシスタントコーチを務め、ロードアイランド大学のヘッドコーチも務めた。1986年に、 ニューヨークニックスにアシスタントコーチとして招かれ NBA 入り。1988年からはチャック・デイリーの下でデトロイト・ピストンズのアシスタントコーチを務め、1989年、1990年と NBA 優勝を経験。1995年までピストンズのコーチを務めた。1995年、当時カナダに新しく誕生した。 フロントラプターズのヘッドコーチに、ピストンズ時代に指導したアイザーや、トーマス GM からの誘いを受け、初代ヘッドコーチに就任。しかし、寄せ集めの即席チームをまとめることができず、さらに、トーマスとは1995年の NBA ドラフトで一巡目指名で獲得したデーモン、スタウダマイヤーの起用法をめぐって対立するなど、初のヘッドコーチ業は苦難の連続となり、 結局は21勝61敗に終わり、シーズン終了後に解任された。1996年から3年間は、ジェフ・バンガンディの下で、ニューヨーク・ニックスのアシスタントコーチを務め、2000年から3年間は、インディアナ・ペイサーズのアシスタントコーチとして、アイザヤイ・トーマスのサポート役を務めた。2003から2004シーズンは、息子のマイケル・マローンと共に、 ニューヨークニックスのアシスタントコーチを務めた。2004から2005シーズンは、クリーブランドキャバリアーズのアシスタントコーチを務めていたが、シーズン途中に、ポール・サイラスヘッドコーチが解任されたのを受け、暫定ヘッドコーチに昇格。しかし8勝10敗に終わり、シーズン全体でも42勝40敗で、ニュージャージー・ネッツと同率で直接対戦の関係で、プレーオフ進出を果たせず退任。 ちなみに、父と入れ替わる形で、マイケルが、翌シーズンから、キャバリアーズのコーチに就任している。2007年夏、スタンバン・ガンディが、ヘッドコーチに就任した、オーランドマジックのアシスタントコーチに就任。翌2009年、プレイオフカンファレンスファイナルの、クリーブランドキャバリアーズ戦では、相手ベンチでコーチを務める息子マイケルとの、親子対決が、話題となった。2013年、 マイケルがヘッドコーチに就任したサクラメントキングスのアソシエートコーチに就任したものの経営陣と対立しシーズン開幕を待たずに退任2014年7月30日スタンバンガンディが社長兼ヘッドコーチに就任したデトロイトピストンズのアシスタントコーチに就任したありがとうございます